ていう、あの割り切れんじゃん。でもね、頑張って勝とうとするオカミいいんだよね。間もなくゲームスタートです。頑張って勝とうとするっていうか、いやもうめんどくせえよな、もうよ。せっかく逃れられたのに人狼柄。夜が来ました。目を閉じてください。人狼って無駄だよね。時間の無駄だよね。人狼は目を開けてください。あ、自由にどうぞ。あ、自由にどうぞ。なんて？あ、自由にどうぞ。あ、六本さんも自由にどうぞ。あ、はい。じゃあもう、いい。あ、そうです。いいですよ。もう自由にやってもらって。はい。あ、じゃあもう、やっちゃっていいかな、俺。あ、いいですよ。どうぞ。気楽にやってください。はい。やっちゃってもいいかな。なんか変な感じだね。なんか変な感じだね。怪しいけど。勝手にやれば。ああ、3番って俺のさっきの人狼知らないんだろうね。3番って俺のさっきの人狼知ってたら、俺もそんなに力入れないから今日は。生活スタイルずらすためには、今人狼やっとかないと、深夜帯にやっちゃうと寝れなくなっちゃうから。朝が来ました。で、まあ、土日ぐらいに朝日、昼とかやればいいのかなとか思ってるんですよね。平日はやんないでとか。まあ、昼やるんだったら土日とかって人がまあ、いるだろうからね。4番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。まあ自分個人的な意見になっちゃうかもしれないですが、変な感じだよ俺、自分は新旧において潜伏占い師っていうのがあんまり強いと思ってなくて、人気だったらまあ、まあ、分かるは分かるんですけど、新旧は多分潜伏する理っていうのがあんまりないなと思うんで、占い師は1周目に出てきてほしいなと思ってます。まあ2枚3枚出てきた時の精査を1周目からしっかり積み重ねでしたいなっていうのが考えですね。で、まあ、一応スムラの役あたりとかっていう制限がないんで、トリッキーなプレーっていうのが自分は結構嫌いなんですよね。狼を濁すためにやってる行為が村をも濁すことに結構なりかねると思ってるんで、まあ、トリッキーなムーブや発言っていうのはその自己中心で控えてほしいなと思ってますし、自分はまあ絶対作らなくてもいいっていうところぐらいですね。適当にやるから、まあ、やったら釣るとかっていうこと言った方がいいのかもしれないですけど、それは様子見てって感じです。あ、こんばんは、はい、まあそんぐらいです。2周目伸ばします。以上です。だってさ、せっかくの神あり神宮で狼2連チャンだぞ。発言してください。昼まで10時間ぐらいやってんだぞ、今日。で、ヨマさん特に。村だったらやる気出るけど、狼なんかやる気になるわけねえじゃん。なんですけども、ちょっと違うのは、潜伏でも強い盤面があるかなとは思っています。その理由を今言うと、そうなる可能性もあるんで、もし知りたかったら2周目も、2周目に言いますけどもっていうところで、まあ、私は、その占い師、非占い師を透かしますが、占い師さんがいいと思ったところで、出てきてくれればいいかなと思っています。まあ、でも別にだからといって、4番さんと話が違ったとしても、別に4番さんが怪しいとは、まだ今のところ思っていません。2週目頑張ります。よろしくお願いします。6番のプレイヤーは発言してください。はい。そうですね。まあ、4ずるでいいんじゃないですか。潜伏は認めないって大体人外ですよ。ね。潜伏しか認めない。鈍進行だっていう人とかさ、1周目出なきゃ絶対怪しむっていう人ってさ、おかしいんですよ。占い師がやりたいことやればいいでしょっていう。1周目でも2周目でもどっちでもいいでしょって話なんですよ。どっちでも出ればいいんですよ。出たいようにやればいいのに、そこに制限かけるってね、人外なんですよ。村だったらね、占い師が やるんだったらもうしゃあねえけど、勝手にやればって感じで受け入れるはずなんですよ。別にどっちでもいいはずなのに、どうでもいい議論をね、言ってるんですよ、4番って。ね、真っ当に見えておかしいんですよ。普通の人は宣言かけないんですよ。そうなんです。宣言かけるやつ。大体人外。4ずり以上。7番。適当適当。のプレイヤーは発言してください。うん、はい、占い師です。8番さん、白、把握お願いします。あー、5番さん、6番さん、なんか変だから。4番さんって別に潜伏したら新旧いますとか言ってないよね。新旧局においてっていう4番さんの進行論だけど。うん、あ、俺普段言えないこと言うに決まってんだよ。真面目にやってるゲームじゃねえだろ、人のゲームなんだもん。制限をかけてるわけだから。ちょうどね、人狼片手間にやってたから。一応、消化終わったな、原神の。理があると思ってるけど、今回は言いません。2周目言います。
だけど4やっ番とさん消が化違終わうっからた人わ。外だとは思いませんか。こんな真面目にやったってどまあ、う2す周目聞いてみようかなって片思っ手間にてやるけるんだど、4、よ、5、6で言人った狼ら、なん岡か。さんの発言一番人狼、変だと思このうけ後、ども、モンハンでもやっとこうかな。先生、お願いします。人狼の片手間に。8番。宝飾品を取らなきゃいけない。いや、7番さんは5番さんに固執しすぎだし、7点で9番さんをフォローしすぎなんですよね。だから、7番さんっていうのはめちゃくちゃ黒筆頭なんですよ。9番も同様で、7番に視点向けずに、白先に、7、8、9ともに5番、6番だし、主張で、6番に対してめちゃくちゃ視点向けてるのって、やっぱり4番強人が見えてる9番さん狼、7番さんで7、9フォローも全然あるんですよね。7番が9番には視点向けずに、3番、5番、3番は発言の上だからよかったけど、うんぬんっていう発言でしょ。番号全然違うだろ。全然番号違うだろ。何番号言ってんだ、この人。行動した方がいいですよ、投票も。どこを見て、その番号言ってんの？そうですね。まあ、6番さんがね、4釣りって言ってるので、おかしいだろ。まあ、今日は6番さんの指示に従って、やっぱ4番さん釣りたいなって思います。はい。で、まあ、6番さん別なとこでゲームやってんの、この人。肩でしっかり堂々と感じてこの人、別なとこでゲームやってんの。いや、もう、あちずり進めるわ、曲げる覚悟で。のプレイヤーは、わけわかんないんだけど。発言してください。あちずりでいいだろ、こんなん。あ、ごめん、八番さん、3と9の精査が入ってたんだけど、どことどこそうなんだよ。どことどこ行ってんだろうって。だからもう、最後6番さん。別ゲーしてない。2つゲームしてるとか。ごめん、どことどこ。同時並行で。7なんだけど、どっからどう見てその番号出んの。全然わかんなかった。さすがに出ないだろ、普通にやってたら。八番さんに関しては、まあ別に、制限をかけないって部分は俺は良かったと思ってるけど、本間さんは別に制限をかけない。間違いにゲームしてほしいわ。番号があんなに間違えることってある人が。自身では出てほしい。俺人外だからどうでもいいんだけど。いらないと思っているから出てきてほしい思考を持っているだけだから別に。でも最後に6、4、5って最後の方は数字は合ってんの。初めが全然数字合ってねえから、これ2つでゲームしてね。1番のプレイヤーは2つでゲームしてやすいやばくね。はい、チョッピリ、チョッピリ、チョッピリです。チョッピリガとチョッピリです。ワイルダイです。よろしくお願いします。ドラナイシでした。ランダムゴマサ、ゴマサシルでした。はい、お願いします。ほんなら、真面目にやんなくても。ゴマサがなった理由なんですけども、まあ、特にないです。早く釣られて、まあ、7番さん対抗人外。どうせ俺黒いんだから、もう 3C をめんどくせえから全人外作って、早く終わらせよ。今日はまあ、意思で手で早く終わらせよ。どうなるかわかんないですけど、まあ。騎士まあ、原神の消化終わったんで、モンハンでもやっとくか。番のプレイヤーモンハンは装飾品だから、雑魚的倒すか。はい、おはようございます。71占い把握です。私は4番さんの進行論っていうのはすごいよくて、私も潜伏占い師はあんま好きじゃなくて、初日から自分の骨折が伸びんから出てきてほしいタイプなんで、4番さんにはすごく同意しました。で、別に、あ、自動的にはね、後半とかも今は別に配信無理して流す必要ないからね。4番さんの思考に対して批判するのって狼やったら消化試合みたいなゲームをやっても誰も見たいわけねえから。好き好みの話をするアップデートがもうすぐ来るはずなんで、その時にね、力入れればいいだけだから、1週間ぐらい。イベントだけ来たら適当に1時間やっとくとか感じだな。6番さん強人っぽいなって思った。で、9番さんが言ったら、だから、原神もそうなんだけど、別に、無理してやる人はないからね、イベントはないから、ね、イベントとかストーリーがないから、ね、こういうのはね、こういう、あ、隙間時間使わないとダメだから、ね。いや、まあ、2番視点、結果的に、まあ、誰をどう思ったのかっていう、まあ、結論がないから、まあ、2番おかしいなって思ってるし、まあ、1番に関しては5番がランダムで、白出たとか、わけわかんないこと言ってるから、まあ、きついなって思ってるし、7番占いで8番、白崎の8番に関しては何が言ってるか分からんから、なんか、めちゃめちゃきつくないって正直思ってますかね。5番の発言聞いて、5番自身が占い持ってない時って、なんか5番が2周目に発言しますって、2周目もその進行論に関して自分がそうやって思った発言するんやったら、5番って占い持ってるんやろなって思ったけど、まあ、5番が占い持ってないんやったら、5番も黒いんじゃない？めちゃめちゃ。なんか、この村めっちゃ疲れそう。はい、以上。4番のプレイヤーは発言してください。まあ、3番さんが一番印象いいなと思っていて、3番さんは2番さんに対して結論どうなのっていう部分を言ったけども、気楽にやるなら、3番さんがいいなって言った理由で、真面目にやるなら疲れるけど、1番さんがランダムで5番さん、気楽にやるなら別に疲れしない。5番さんを占った理由はっていう
結構謎の発言をしてるんで、何も疲れないけど、占い師新切りしてもいいのかなっていうレベルだった。めんどくさいよね。そもそもランダムじゃないんで。気楽にやるなら何の問題もないけど。ですかね。まあ、6番さんは、もし村だったら、1番って当たった時に、ゾーン進行みたいなのがババって出られた時に、自分がやっぱり、4ずり、占い師を潜伏してる時の段階からの発言、早く釣られよ。精査難しい。釣られる。もういいしよ。だるいし。で言ってるんで、6番さん1番手でもバタバタされるの大丈夫なのかなって感覚ぐらいです、ね、勝手に強人と3番で頑張れじゃん、まあ、6番さんだけど、4番さんも忙しいんだって、まあ、4番全員が言えたのは、まあ、これは2番さんが言った通り、モンハンって言っても装飾品を取るんだよね。その強い兵と向けないのかなって、もうちょい弓にめんどくせんだよね、装飾品雑魚敵倒さないでね、素材がそれ必ず落ちるわけじゃないから、秒数ないけど、ちょっともう一役出た方が絶対強いと思うんで、了解です。2番さん、2番さんがいい位置にいるんで、2番さん最終指摘お願いしたいんですけども、まあ、自分は2番さん聞いてたら、1番さんやっぱりランダムって言ってたんで、それを加味して2周目発言してほしいんですが、まあ、グレーというか、まあ、片白ですが、7番さん真に見えてるけど、8番さんの強靭の可能性はあるのかなって、本当に何言ってるか分かんなかったんで、で、それをしっかり言えた9番さんも印象は良かったかな。まあ、一応1番さん5白なんで、今ちょっと、気になってるのは6番さんぐらいです。2番さん任せます。以上です。5番のプレイヤーは発言してください。まず8番さんは 2つゲームやってんじゃないかなと思ってるんですけどね。で、私、まあ、1番さんがランダムって言ったのか分かんないから、それでこうマイナス要素になってるかもしれないけど、ちょっと思考ロックはしないでほしいと思ってるのが、7番さんって、まあ、私が言われたからなんだけど、5番6番がちょっとなんか怪しいなって言ってて、なんだろうと思った時に、私が喋ったことと6番さんが喋ったことって違うにもかかわらず一緒くたにされたんですよ。で、7番さんは最終的に5番さん2周目だなって言ったんで、あれなんか違うのかなって、もし7番さんが侵害だった場合は6、7はつながってないんじゃないかなと思っていました。これかな。で、3番さんが5番自身が占いを持ってないなければ怪しいって言ったんですけど、私非占いって言ったんですけどね、話聞いてましたかって思ってるんで、草間さんは怪しいと思ってますよ。以上です。6番のプレイヤーは発言してください。うん、まあ8番でいいんじゃないですか。うん、8の色味で判断すればいいんじゃないですか。まあグレーなら9番だけど、まあ8番がわけわかんないんだから、7、8、9だかなんか言いながら6、5、4って言ってんだから、2つゲームしてるかもしれない。ありえないでしょうね。一つのゲームに集中しない。ありえないっす。人外だからね、片手前になんか別なゲームしてるとかね、別なスマホゲームしてるとか、ね、スイッチとかプレステやってるとか、ありえないでしょ。人狼だとしても真剣にこのゲームに向き合ってほしいんですよね。狂人だとしても。真剣に向き合う。私はね、そうであってほしいんですよ。人狼でね、なんかの人狼やりたくねえからって片手間に別なゲームやってるなんかありえないでしょ、そんなプレイヤー。そんなプレイヤーいたら私ね、許せないですよ。私、人狼ゲームに集中してますからね。絶対ね、人外でね、あのね、そんなプレイしてんだから、まあ、8番しかないでしょ、もう。7番。まあ、俺、まあ、今、モンハンやってるけど、うん、片手間にやってますけど、はいね。まあ、片手間にやって。まあ、俺、5番さんの村だから、5番さんに任せるけど、8番は村で、人狼が嫌だからと言って、人狼が嫌だからと言って、やってる人、俺だよ。人狼が嫌だからって別のゲームしてる人、俺だよ。原神やった後、今スイッチで、原神プレステでやった後、スイッチで今度モンハンやってるわ。嫌だもん。こんなのやりたくねえもん。俺だよ。まあ、これ何を隠そう、僕です。何を隠そう、僕です。真面目にやんなくて言って、俺人外だから適当に言ってんだ。7番さん真面目なんだ。俺人外だから適当に言ってんだ。俺無駄で8するわけねえじゃん。必要ないと思ってるからね。余裕で8番なんか釣れる状態でしょ。ぐらいかな。9番さん、3番さんがマット位置になってる。一番強靭8村でこれやってるんだったら8釣ってもいいけど。6番さんが9釣りたいの理由なかったよね。まあその熱意はわからんくもないけど。5番さんから5が7に見える。とりあえずガンナの2つ必要なんだよね。ナルハタの上位と、あと竜玉必要なんだよね。竜玉とかもなんかめんどくさいんだよね。5番さんに関しては2周目その理のある発言
まあね、ゲームの片手間にやってる人、うん、俺です。ゲームの片手間にやってる悪いやつ、うん、俺です。だってやる気ないんだもん、こんなの。六番さんおかしいよねって言ってるから。せっかくの神あり新旧で2回人狼だぞ。グレーだったらやる気あるわけねえだろうよ。でもいいけどな。まあ、2番さんに任せるね、グレーね。別に8番でいいじゃん、面白いから。8番のプレイヤーは発言してください。今日6釣りしかないね。うん、6番さん9釣りじゃなくて8釣りでしかない。8番人外だって言ってる。8番絶対人外だって。俺村なんで。そういう思考を持ってる6番っていうのは別に占い師の性質もつけてないのに6番8釣りだ主張だから、まあ、6番は絶対人外だよね。4に対しての視点の向け方とどこ行ったんですかって感じなんで、まあ、6番さん釣りかな。はい。で、まあ、たまたま発言タイミングかぶっただけだから、うん、一応あの20秒くらい思考は落としてるからね。って感じかな。かぶっただけだからって、まあ、2つゲームしてるやつの方がどうかしてんだろうよ。はい、そんな感じでゲームしてるやつってどうかしてんだろうよ。別に俺は勝ち負けはどうでもいいんだけどよ。ちゃんとゲームしてほしいよ。しっかり勝ちましたよ。もうだ、この声のやつとも戦わない方がいいかもね。もう、嵐みたいなもんじゃ。真面目にゲームやってないってことでしょ。こいつ片手間にやってんだね。うん。片手間にゲームやってんだね。あまり。片手間にゲームやってるって、人狼やりながら何かのスイッチでプレステやって、原神やってるとか、モンハンやってるはいいけど、人狼ゲームやりながら別の人狼ゲームやってるんでしょ？誘惑のこの試合やりながら別の誘惑の別の試合やってるってことでしょ？それはダメでしょ？さすがに。俺はこのゲームやりながら、この1試合だけ人狼はやって、他にやってんだで。これまだ許されんじゃん。こいつは明確に人狼を、別なところの人狼の試合もやってんだよ。別のアカウントで。明確にやばいだろ。まあ、2番に言うなら9番に言うのも。まあ、俺はただ嫌いだから投票するけど、あつられてもいいから別に。だから3の指摘で2だけ。あっちがもう、悪質な行為やってることの大義名分はあるから、俺つられてもね、文句言われないから、まあいいよ。あ、俺に関してはさ、このゲーム、聞きながら、別ゲーやってるだけだけど、8って明確に2つの試合してるわけでしょ？ありえないでしょ、それは。それはさすがにダメでしょ。この試合しながら暇だからスマホゲームやってるとかだったら、まだ許されるけど、2つのゲームをやってる感じだぞ。ありえねえだろ、それを擁護してるなんて。まあ、一緒に関しても、ちょっと間違えちゃったというかね。マジかというかね。巨人も強人で、俺囲わないのも死んだけど、まあいいじゃない。囲わなくてもいいけど。囲われても緊張するし、囲われてもその上を行くほど黒くなるから、やんなくていいけど。普段せえからさ。男子の部屋しかさ。普段せえからさ。神ありやったからさ。占ってあげる。知らねえだから何しろつい言っちゃったよ。これはもう認めるけどさ。何周目しか普段しなくて。で、まあ、ならば、まあ、これをじゃあ分かってない教授。分かってない教授じゃないかって。分かってない教授だろうって7番さん対抗人外に言われたんですけど、じゃあその場合って、ランダムしろって言い間違えて、占ってっていう発言これ俺はね、うん、狼だるいから適当にやってるから別に話あんま聞かなくてもいいからもう別な今だったらどうでしょうね。あの配信1時間流すよりは後半なんか別に消化試合だから補助金集めるっても別に皆さん用だから上位の敵倒したってマスターじゃなくて上位の敵倒すんだよ。これも上位なんか今のレベルだったら俺は人にやってでも勝てるから、それで芯を切るのはやめていただきたい。人にやってでも勝てるレベルだから、はい、まあ俺は問題ないから、そういうの防御力の関係でだからやってるだけだよ。ちょっと見ないとダメな場合はね、ぐらいですかね。はい、2番さん、狼やりたくないから人にやってるだけの話で、この片手間にやってるのだって村の時ってやんないよ基本的には。のプレイヤーは発言してください。話聞かなきゃダメだから。お願いします。一番さんの発言でまさかの延長するんやと思ってちょっとびっくりしたんですけど、もう8番さん釣りでいいんじゃないですか。
7番さんが言うように7番さんが真、1番さんが強靭なんかなと思っとって、そしたらまあ1つったらええやんって話かもしれんのんやけれども、まあね、分からんしって感じやし、うん、私は5番さんから別に特段ロー要素っていうのが今のところ拾えてないんで、8番さんが2つゲームしよって発言タイムかぶったって言ってるんで、今日はまあ8番さん釣りでいいんじゃないかなと思ってます。いい、ね、で3番さんに関しては3番さんがローで、ああ1番さんが強やって、7番さんからの、なんていうん、1番さんの占いの、うん、九州の女性は優しいですね。7番さんから写真を得られやすいポジションなんかと思っとって、3番さんっていうのは要注意かなと思っとる。スマホゲームとかね、プレステとかスイッチの建前にやってるね、人外がいるんですよ。俺だよ。うん、でもそれはまだ許されるけど、誘惑を2つやってるって、主導権、誘惑を2つやってることはやばいでしょ。明らかに誘惑2つやってるからこいつだけは許さねえだろ。2番がおかしいって発言に関して、俺と戦わない方がいいかもね、この8番との精査をして、こいつ真面目にやんないってことだよ。つまりめちゃめちゃ白いとか、まあ、黒いとか人外だから片手間にスマホゲームとかやってるはまだ許されるの。仕事2番が言ってることって違うからね。ただのかまってちゃうんで、めちゃめちゃめんどくさいな。村なのに、2端末使って、誘惑を別の試合やってるってやつなんて、まともにちゃんと話聞けてるわけねえだろうよ。2番に対して触れてない3番をどう思ったん、9番って。それが3番悪質だってことだから、この声のやつは悪質だから、ちょっとさすがに蹴った方がいいや。って思います。蹴ってもらうわ。真面目にやってないってことだから。まあ、もう一回だからこいつって、っていいっ発言が適当な時があるんで。まあ、3番って5番に関して、適当な時があって。占いやったら、その発言自体がおかしいから5番おかしいって言ってるだけなんで。おかしい時ないこの人。この8番。この8番。この8番。だから3番おかしいっていうやつ。おかしいなと思う時があるんだよ。まあ、ちゃんと聞けるようになった方がいい。この理由がつまり、はい、端末でやってたってことなのこれ。まあ、内地に関しては1番が真なんじゃない？ 7 番がそもそもおかしい発言してるし、7番してんのに5番が村やと8位出て、まあ、5番が村だと思うんでって言ってる中で8番なんか絶対出ないんだろ。8番白出てないやろ。で、5番村が仮定したときに、7番してんのに3番か6番か9番を詰めて、例えば3番つったときに、7番してんのに5番村、8番強人やと思ってるんやったら、9番か6番占ってどっちが白でもどっちが黒でもいいんやけど、7番してんのに黒いちっちゃわかるやん。だから7番してんのに8番差し出してることがおかしいから。まあ、7番は絶対人外。100% 人外やと思います。5番村で弾いてる、で8番白出てる、ただ8番強人もらうんで8番別に釣ってもいいですよってどういうこと ?7 番してんでグレー広めてるだけやん。はい。以上。投票を始めてください。あ、俺嫌いだから8釣り。こいつさ、発言が変なんじゃない？いつも、昔の発言するときあるよね。話多分聞いてねえんだよ。村で聞いてないと言ってもうありえねえから。人外で聞いてねえはまだよ、人外だから。村でちゃんとやんないとか、村で2つのゲームやってるって、もう自業自得。こいつあんまりマッチングしねえ方がいいかも、もうこれから。ありえないって、こことここやりながら別なとこやってるとか、そんなのは。さすがにダメだと思うよ、俺は。ちょっとさ。2週目発言聞いてちゃんと精査してるんだから別に良くない？なんか2番お前偽役職くせえな。7番死んでみて8釣りってこいつ偽役職だろこいつ。この声のやつと戦わない方がいいかもね。ちゃんとやってないってことが。ちなみに僕狩人なんですけど、7番さん噛まれるからね。あるわけねえだろこいつ狩人なんか。いや、めちゃくちゃ強引に持ってったでしょ。やばくない？ 3 番統一らないで、つってさ、7番死んでみてるの8釣りで、つ2番3死や8番が役職だと思ったでしょ。やば。あげくの果てに。まあ冗談です。役職じゃないです。いない？なんか2の役職対抗。俺2番の役職、ないと思ってんだよな。2番の方面素敵でしょ。何言ってんの？ 3 統一らないでとか言って、7番は好きなとこ占い。片手間に。誘惑を2つやってるやつの方が大問題だろ。片手間に別ゲーやんのはいいのよ、別に。話聞くゲームだから。狼の誘惑を2つやってるって話聞けねえだろ、全部全員の話。同時並行で。片手間に話聞けばいいから、耳を別に使うわけじゃないでしょ、ゲームで。遠心とか、だって、別に目で見てて戦えばいいだけだじゃん。原神も別にモンハンも音聞く必要ねえじゃん。ちなみに2番絶対役職じゃないよ。絶対に役職じゃないから。こんな感じで変な発言することいいね。新役職だったら俺釣らないっす。
俺を釣らないですって、あなたが悪質なことやってっからだろ。目を閉じてください。明らかに二端末使ってっからだ。あ、任せます。好きなところお願いします。近くでも。俺ギリギリ任せるわ。俺どこでもいいもん、マジで。あ、じゃあどこでもいいんで、じゃあどうします。じゃあ4番買います。あ、いいよいいよ、マジでどこでもいい。まあ三角クロだったらもうそこ自爆するから。まあ角クロ以外は自爆しなくていいですよ。はい、パンダだったら黒出した方を釣ればいいから。はい、いや角クロだったらね。角クロだったら、はい、角クロになることってあるか。サムライするか。これ俺とか占うと思うけど、普通は3番とか占うって俺みたいな占いだな。アクロ狙いの占いするか両方が。あ、強人は何、3クロ打ちそうだってことね。で、真も占っちゃうとかそんな感じ。俺みたいな占いになるよね、真が占うのは。この村だったら3番とか占うのは、あ、俺、あ、ただ7番は占うかもね、真で。真だったら昨夜死んだのは笑うわ。4番、どこ守りしてんのこれ。4番騎士なの、本当に。適当にや、マークつけてんだけど。適当なんだけど、マークは。何にも考えてなかったけど。ハンターじゃねえがよ。なんか毎回4番ってハンターだな、2回連続。自信がないと打たないかもしんない。自信があれば打つ。大体そうだよね。このケースは、俺は明らかにさっきの試合は明確に平和村の占いに投票してっから。5番のプレイヤーは発言してください。急しろ。一番さんは？一番さんは出さないとやっぱ偽っぽく見えちゃうけど、あの、さんまさんに言うと多分7番さんって私がホストだから、私の村だからっていう意味だったと思うんですけどね。7番さんが私の色を知ってるとかじゃなくてって思うんですけど。1番さんは占い先出さないんで、1番さんが偽なのかなと思っているんで、で、9番さんは村なのかなと思っています。で、8番さんは役って、それは悔しく紛れに言ったのか、はたまた狂人で言ってるのかっていうところですよね。まあでも、狂人かな。2番さんを疑ってるのは、なんでだろう。まあその8って言ったからかもしれないけど。あ、まあ、狂人に落ちてほしいと思うけどね。今日は1番さんに行きたいと思っています。大したわ、もう。6番。のプレイヤーは発言してください。一応1は9白打ってるよっていうのは言っとく。だから9番隠しろならまあ1か78番がローで釣られて言ってるかもしれないからね。2番と4番しか役出てないのに役を語ったり、まあ、それ以前の問題として誘惑を2つ別アカウントでやっている同時並行でありえないんで、もう8番とは同存拒否ですね。人間として問題があると思います。人狼やりたくないから、プレステでやってるとかね。人狼やりたくねえから、8番に言うとね、スイッチやってます。それは別にいいじゃん。人狼やりたくないからって別なところで人狼やってますって。ありえないでしょ。二つ同時並行でやるなんか。あげくの果てに2番は偽ですかってもう。だから、8が狂人なのか人狼なのかが問題ですね。7と1の真偽は。はい。7番のプレイヤーは、発言してください。はい、9番さん占って9番さん白でした。あ、一番強靭やったら36かなと思って。問題なのはさ、一番多く見えた5番さん、すげえ問題なのはさ、だから一番さん狼軸で置いた問題が発生してるのは唯一の問題はさ、6番さんの発言はね、なんかこのゲーム外要素としてゲームと向き合う姿勢みたいな話で、考察ではないから6番さんの、あ、考察ではないです。俺適当ですもん。真っ当なことは言ってると思いますよ。ま、うん、あ、3番さんに関してはプレイヤー嫌いだから話を全然聞いてないんで、まあ、プレステの原、あの原神とかね、5番さんに殴ってるスイッチのモンハンやってる人、人狼やりたくないから、うん、何を隠そう、僕です。まあ、もちろん自分の城先の8番が落ち度を知ってるので、上位のさ、雷神クリアできないんだぜ。俺は知らないのよ。
自分はね、8本当、どうやったらクリアでいいんだろうってレベル。入ったとしても、これは8が村だった場合は、本当疲れるぜ。本当、マジで驚くね。何回失敗してんだろうっていうのに、毎回失敗するんだけど、毎回失敗するんだけど、こんなの。分からなかった強人じゃないか。長いでしょう、もう。マスターやってる人が。1強人で置いてるんで、ね。震えが止まんないんだ、でも。黒ロ1強人かなって思うね。5番さんがもし黒で囲われてたら、1ずりとか、あんまり言えないんじゃないですと思ってますけど。5番さん狼で1番狼でも1から釣りますっていう、うん、発言あんまりないかな。結果張ってないからって5番さんも把握漏れしてるんだけどさ。3狼で5白、5に黒を塗りたい3狼。6番さんは自分の色を落とさないと。7番もかわいそうだよね。8番って2つゲームをしてる。挙句の果てに役 CEO とかするとか、まあ戻ったけど。発言してください。あの8番ダメだと思うわ。これ2つのゲームやってる。だからこいつ変な発言してんだ、たまに。うん。この村はね、余計に。はい。1番のプレイヤーは発言してください。これは負けましたね。これは負けました。はい、これは負けました。これはもう勝てませんわ。まあ俺釣りでいいですよ。これはちょっとねやらかしました。はい、もう俺釣りでいいです。2番のプレイヤーは発言してください。じゃあ一番さん貫きましょう。一番さんへの戒めやとして一番さんは残しておきましょう。はい、で6番さんの発言が私はどうにも理解できないんで、もうグレ詰めでいいんやないかなと思いますけどね。9番さんって昨日めちゃくちゃ白かったのに、なんで9番さん占うんって感じですよ。9番さん真っ白じゃなかった。そやから占い1めっちゃ無駄やなと思ってました。絶対3番さん占いしとった方が良かったのに。で3番さんの今からの発言で3番さんがめちゃくちゃ黒かったら3番さんに投票すればいいと思うけど、今日別にグレ詰めで良くないって思ってますけど、うん。1番さんなんか強靭なんやろうし残しとけよくない。で絶対にさ、もう3、6どっちかなんやからさ、だからもう6番さんでいいんじゃないかなって思ってます。以上。3番のプレイヤーは発言してください。まず2番役職降りろよ。マジ頼むから。マジで頼むから役職降りろよ。マジで、あの、人外するとか分かってるんから、もう8番が 100% の人外で落ちるっていう視点で言ってんだから。7番新進行で、ああ、でも2番って7番新進行で言ってる。でもそれだったらもっとおかしいけど、7番新進行で、まあ、8番あっても強靭なわけで、まあ、8番が村やったときって、まあ、15ローロー、16ローローを得る状況下で、16ローローもしくは9強靭、まあ、3強靭もあるよ。うん。15ローロー、3強靭、9強靭やったときって、まあ、計画やから、2番すで1番残しますよっていう意味がわからん。どういうこと ?1 番残して、1番人間って持ってないやろ、2番って。1番残して何すんの。マジで、あの、役捨てろよ。頼むから。マジできついわ、シンプルに。まあ、1番偽なんじゃない？なんか1番が死んやった時に僕がやらかしましたっていう発言になるんから、9番が白状況やったら、7番狼塾でも7番狂人塾でも追えるわけやから、5番白や、7番って5番白売ってるからね。1番が5番し、あ、違う。1番も5番白売ってるから。はい。俺1日目からまあそもそも気づいとったけど、うん。まあ、8番に関しては何言ってるか分からんし、まあ、2番っていう人が役職を持ってるし、まあ、5番に関しては理由もなしに1番に行くとか、まあ、結構、きつめな人多いなと思ってたんで。てかまあ、はい。マジで、頑張れ。投票を始めてください。1番のプレイヤーが選ばれました。1
1番のプレイヤーは発言してください。はい、これは申し訳ない、これは申し訳ない。村負けです。三陣街残ってますね、これは申し訳ない。ちょっとまあやりたかったことがあるんですけど、まあちょっとやりたかったことあるんですけど、これ負けです。申し訳ないわ。なあ、オナニームーブをするつもりはなかったんですけども。まあ、カレードです、俺ね。で、まあ、昨夜7番超えしてるんで、まあ、ちょっと動画変えても無理ですね。7番超えしてなかったらね、4番ハンター噛まれて2番と戦えたんですけど、ちょっとやらかしましたね。4超えしとったらよかったわ。はい。以上です。夜が来ました、目を閉じてください。じゃあ7番神々で、7番神々でいいんじゃないですか。異教にかけて6番さん、7番神々、7番6番俺に従ってください。うん、7神違います、俺に喋らせてください。6番さん違います。じゃあ早くやって噛んで。今日はね、7番神でしかありません。いや、早くしろよ。いや、だから、俺に言わせてください。6番神。七神。で、違います。今日は7番神でしかありません。だから2番が変だったのかもしんねえぞ、これ。7の白先はローじゃないって思ったのかもね。1番が変なんだよね。占い先が遅れて9番白とか打ってるとかさ。なんか変なんだよ。アーマーまで追ってたんだけど、1番が白状してくれて、7番噛めるわ。なんかね、勝手なムーブするやつって問題だからね。朝が来ました。平和村を作ればいいのに。話になんねえよな、自己中ムーブって。昨夜死んだのは、7番。9番。のプレイヤーは発言してください。まあ一番考察してないやつに投票しようかなと思ってます。2番のプレイヤーは発言してください。9番さんのその論で言ったら、9番さん今全く考察してなかったんで、9番さん投票で問題ないかなと思ってます。うん、だって考察戦一つするんなら今全く伸ばしてませんでしたよね、っていうことになっちゃうかなと思って。ってことは、7番さんが死んで、1番さんがローで、8番さんが強か何かって感じなんかなって感じだけど、7番さんは8後ろ5後ろってことなんで、7番さん8後ろ5後ろってことは、やっぱ3番さんなんじゃない、31ローローなんじゃないです。それから9番さんの論で行くなら9番さんずりになっちゃいますけど、普通にもうゲームを終わらせるなら3なんかなと思います。3番のプレイヤーは発言してください。うん、なんかどっと疲れたわ。まあ2番に教えておくと、7番って8番白9番白やから5番に白なんて言ってないから、2番に行きますね。以上。5番のプレイヤーは発言してください。3番さんに行こうかなと思ってます。本当に1番さんのカレードを終えるのって思ってるんだけどな。なんで1番さんがで2番さんが偽ってこと。いやー難しいな。で9番さんは隠し郎だから、2番さん9番釣りはダメだよ。一応下流とあれ、2番さん偽なの分かんなかったけど、でも3、もし2番さんが偽だとしても、3番さん2番さんに行くって言ってるから2番さんとは切れてる気がする。だからもし2番さんが偽だったら、私目線26ローローで、1番さんが真の今日、カリードってこと？ちょっと待って。6番のプレイヤーは発言してください。にずりじゃない？だって噛まれてないし、9番ずるって発言出てるけど、それでも9番って2番いけないんだね。うん、その後3、5、6で殴り合ったらいいんじゃない？
うん、俺そう思うんだけど。うん。だって、新規指令9番釣るってことが出る。まあ、9番って精査してないって俺釣りたいってことなんでしょ ?2 番の発言聞いてないで、6番投票してたら本当にやばいと思うよ。3番が普通じゃねえの ?5 番も考え直したらまだ2番釣ってから殴り合ったら。俺視点は参考になるけど。うん。参考ローローの、非強靭で妊娠だったらしょうがないと思うよ、今の発言。片白行く、占いは行かないでグレー行く、アメグの果てに9番釣る。まあ、2番釣りして、3、5、6で殴り合ったら、9番が決めたら。うん。だって普通に考えて2番の発言変だけど。うん。投票を始めてください。ありえん。オラじゃないべ。2番のプレイヤーが選ばれました。あざーす。ゲーム終了。あざーす。人狼の勝ちです。あざーす。